どうも、こんにちは。おはようございます。こんばんは。ブレイク KKO ですえ。今日はですね、シュークリームをオーブンなしで作りましたイエーイなんですが、これシュー生地ですね。シューの部分です、これ。えっ、ー、と、フライパンと電子レンジを使ってやったんですけど、なんか、シュー生地と違う気がするんですよね。そんでもって、ま、こちらが、えー、 カスタードクリームです。こちらなんかどうもそれっぽいですけど、なんかちょっとダマができてますね。<laughs> はい。カスタードクリームとシュー生地です。まあこの作り方の工程についてはまたえ次の動画で紹介しようと思うんですけど、なんか違うような気がするんですよね。このクリームに、えー、っと、あれですか、えー、これをかければシュークリームになるはずなんですけど、なん か違う気がするんですよ。はい。